にちは、ももでーすです。今回は手作り消臭剤を紹介します。冷凍庫に保留剤溜まっていませんか？水小さじ1に水性マジックでどんどんと色をつけましょう。保冷剤をお好みの量加えましょう。お好みのアロマオイルを数滴加えます。混ぜましょう。さっくりと混ぜるとマーブル模様になって綺麗ですよ。お好みのモチーフで飾りをつけたら完成です。保冷剤には消臭効果があるんです。参考になったらいいねシェアお願いいたします。